城内の壁画アムラ城、もしくはカスルアムラは、ヨルダンにある、浴場施設を中心とした、ウマイア時代の城管遺跡である。クサイルアムラとも言う。1985年、ユネスコの世界遺産へ登録。アムラ城は、ヨルダンの首都アンマンの東、約80キロメートルにある。外観は、ドーム型の屋根になっている。内部には、サウナのような施設や、 深さ25メートルの井戸も残っている。8世紀頃の馬屋町の王が、利休として建設したと言われている。表向きは征服した地の警戒のために建てられたと言われているが、実際には厳格なイスラム教徒の目をそらし、王族たちが快楽を享受するための利休だったと考えられている。館内には天体図や砂漠の動物、 ラフなどのフレスコ技法で描かれた壁画が残っている。特に、越見室に描かれたフレスコ画には4人の支配者と、おぼ式人物が描かれており、キリシア語とアラビア語による名文により、左右の一方に、ビザンツ皇帝、西元同国末期の王ロドリーゴ、もう一方には、サーサーン朝皇帝、ホスロー、エチオピア王、ネグスと確認できる。 現存するイスラーム帝国以降の浴場施設としては最古の部類に入る。ドームやボールと部分を含め建物全体がほぼ完全に原型を保っており、また後期ヘレニズム様式の影響が残る。フレスコ画は美術史の上でも貴重な資料でもある。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし、登録された。ありがとうございます。